李書上は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。中国同盟会以来の革命派人士で、北京政府、国民政府でも、養殖を務めた。また、中華人民共和国では、初代農業部長に就任している。字は、暁き造園、おぶち。集裁の過程に生まれる。 李書上自身も1899年に秀才となった。その後、古北行進学院で進学に触れる機会を得る。1902年、成績優秀をもって、日本に、完比留学を認められ、公文学院師範科で学ぶ。この時、高校、路人と同学となった。また、東京で、孫文と地偶を得ることができ、以後、革命派としての活動に参加していく。 同じ湖北省出身の流星群、愛天薄らと共に、湖北学生による団体を組織し、また、巨人若義勇隊にも加わった。機関し、湖北学生会の総監にも携わる。翌年、学業を終えて帰国すると、革命派の軍人である、クレロの主催する、地下組織、部将花園山機関に参加した。また、クレの紹介を経て新軍に加入している。 同年冬、高校の劇に応じ、ごと調査に赴いて、湖南危儀を発動しようとしたが、事前に、良子総督、長のほらに探知され、不発に終わった。1904年、再び、日本に赴き、東京新武学校を経て、陸軍士官学校不評科で学んだ。翌年7月、孫文の中国同盟会組織に参加し、発起人の一人となっている。 1908年末に陸軍士官学校を卒業して帰国し、厚生省陸軍幹部学堂の創設に関与した。翌年には同学堂の監督に任命され、密かに革命派の学生を養成している。また後に陸軍小学監督も兼ねた。1910年、北京に移り、クレロクともに、 革命派の秘密工作を継続した。1911年10月、武将危機が勃発する。李書城は、武将に戻って、高校の指揮下に入り、民軍戦時総司令部参謀長に任命された。観光では16日夜の冠水と火作戦など、新軍を初戦で撃破したが、間もなく、増援を得た新軍に抵抗し得ず、11月27日に、 関与を疾患している。李は、高校と共に、上海へ逃れた。中華民国が成立し、高校が、南京臨時政府において、陸軍総長に就任すると、李書上は、総統府秘書どころ、軍事組長兼陸軍部顧問官に任命された。間もなく、高校に随従して、北京入りし、陸軍中将区組を授かり、総統府軍事どころ次長に任命された。 1913年、二次革命でも、孫文、高校らに組み下が、敗北して、日本に亡命している。翌年、高校に随住して、アメリカに向かい、半円世界の宣伝と活動品収集に取り組んだ。五国戦争が勃発すると、高校の命により、李が先に帰国する。しかし、上海に到着した高校が重病となったため、李は、上海に戻り、 これを看病、世話したが、いなく、高校は死去した。ほぼ同時期に、縁も死去したため、李は、北京に向かい、一旦総統府顧問に就任している。1917年、孫文が、語法運動を開始すると、李書上も南化して、これに参加する。小生坊無特弁権援学軍総司令に、任命され、湖南省で、北京政府軍と戦った。 南北が一時停戦すると、五方軍政府軍事委員会委員等に移動している。1920年、李は、上海に戻った。なお、翌年7月、中国共産党の第1回代表大会は、李書上の上海の邸宅で行われた。これは、弟の李漢春が共産党の創設活動に、関与しており、李書上もこれを黙認していたことによる。この年に、 李書城は、北京政府派の古北特軍を占い元の追放活動を拡作し、これを成功させた。1922年6月、霊元広氏が、中華民国大総統に復帰する。孫文の指示により、李書城は、北京に戻って、総統府顧問、国務院参議に就任する。1924年10月には、兵玉省の北京政変に参与し、 一時的ながらも、寄付内閣において、陸軍総長に任じられた。翌月、段気随が、臨時失勢として復権すると、李はこれを嫌って、天津に逃れ、引き続き、兵と連携を取った。翌年、観光で、湖北特軍、商用南が、デモ隊を、武力鎮圧する事件が起きると、李は現地に向かい調査を行っている。1926年7月、 公衆国民政府が北伐を開始すると、李書城は、湖南省でこれを迎え、北伐軍総司令部顧問に任じられた。しかし、翌年4月の上海クーデターを起こした、小解析に対し、国民党左派、陽求の李は反感を抱くことになる。8月、湖北省政府上務委員兼建設長長となったが、省側の軍勢の圧力に屈して、辞任に追い込まれる。 さらに弟の李漢ン春を殺害されてしまった。後に、李書女は、反省勢力に組みして、中原大戦にも、顧問として参戦している。1932年3月、湖北省政府委員に任じられ、建設庁長、民政庁長を歴任したほか、小通士官官長にも任命された。省政府委員には、1937年1月まで、 在任している。しかし、蒋介石の政治方針とは常に対立し、表玉省や共産党との連携を強める政治的立場を取り続けた。日中戦争終結後の1948年、李書上は湖北省で和平促進委員会を組織し、長男先らとともに国境内戦の調停を目指した。しかしことならずと見て、 次第に、共産党への接近を強めた。中華人民共和国成立後、李書上は、中央人民政府の初代農業部長に任じられ、政務院財政経済委員会委員も務めた。また、全国人民代表大会常務委員、中国人民政治協商会議全国常務委員にも、選出されている。1965年8月26日、北京にて病没。 去年84、ありがとうございます。